楽しもう。試合後で。いくぞ。さあ、岸引きが上がってきている。上げた。長いシュート。名古屋グランパス先制点。29番の泉です。中に切り込んでシュートでいくか。いや、預けた。長い。長いのシュート。シモビッチがファーサイド、ニアサイドに。ファーサイドシュート。まだあるか。内田得意の左足から逆サイド、あっとこれがオンゴールに当たった。永井の前、永井は中に送ってシモビッチ届いたか、決まった。ボールを持っていく、追い越していくのが変わって入った杉本。さあ面白いボール、これをこぼれて決まった。ワシントンボックス内で受けて、かわされて入ってきたボール、これは決まった。ありますよ、杉本です。まあ、フリーになってる。クロス上げた、シュートでいく。ここは決まった、名古屋グランパス先制。佐藤ですね。永井が走り行ってきました、かわしてシュートでいった。あ、中井、シモビッチ、もう一度シモビッチに行った。持ちます、内田です。シモビッチの後ろ、いやその前、張ったんだ。ガルシアヘディング、シュート決まった。玉田が行った、狙った、決まった。左足一閃、4人目も入ってきた。杉本自分でシュート打った、決まった。杉本のゴール、勝ち越しました。そうですね、スモビッチ落としてフリーだ、こぼれてシュート、決まった。受けて、あ、ここもいい交換だ、クロスが入る、ヘッド。ゴールに玉田抜けていってシュート、来た。ニアヘッド合わせていく、ゴールイン。長井のシュート、ゴールイン。おっと入れ替わった、そしてさあベリベガルシを転がしていく、変わってきました。杉本から中に入れてシモビッチ、杉野が弾く、まだあるシモビッチのシュート、ベルペガルシア、シモビッチ、シモビッチ。さあ今度は名古屋、左サイドから、さあシュート、決まった。そしてクロス上げられるか、さあ抜いた、クロス上げてどうだ、シュート。ボランチの泉に渡しました、縦のシモビッチ、また杉森を使う、抜け出して田口、うーんと決めた。中央に逆転に成功、名古屋。興味深いですね。先ほどは右に蹴りました。今度は逆だ。さあ、くしびき。くしびきが中に。しもびちシュート。酒井。佐藤。ゴール前つなぐ、シュート決まった。杉本今シーズン2点目。ミドルシュート。うまかったですね。先制ゴール杉森。杉森ペナルティエリア中、サネトとのマッチアップ、うん、右足でシュート、シモビッチでもありますし、今日負けられない名古屋。さあどうだ、ホールアウト、入った。泉開くか、中に持っていくヘディングシュート、どうだ、決まりました。受けに来た田口、ワンタッチ、杉森、杉森シュート、素晴らしい右足のシュートを決めました杉森。